11月10日、福島競馬場で行われた 6R、2歳新馬戦、打線700メートルは、柴田義富騎乗の一番人気、ヒットミー、メスに、2歩、鹿戸雄一、が快勝した。5馬審査の2着にロングウェイホーム、雄に、2歩、井坂重信、3着にバルジール、雄に、2歩、萩原清志、が入った。 勝ちタイムは1時47分6秒、両。2番人気で三浦恒成騎乗、カフェノーチェ、オ酢に、ニホ、小賀正明は、6着敗退。58歳、柴田義富が自身の最年長勝利記録をまた一つ更新。58歳3ヶ月12日に記録を塗り替えた。このレースでは一番人気に支持されたヒットミーに騎乗して、 高スタート高ダッシュであっさりと先手を奪った。軽快なスピードを見せて終わってみれば5馬審査の圧勝。素晴らしいエスコートを見せた。2着はロングウェイホーム、3着はバルジール。